に特化してですね、ちょっと動画を撮っていきたいと思います。なんでこれ撮ろうかと思ったかというと、僕が最近気づいたんですよね。あ、これだと思って。で、これをですね、ちょっと聞いた人はラッキーだと思いますね。多分、いろんなものの見方っていうのは変わると思います。ものっていうのは多面的なんですよ。いろんな方向から見ることによって、いろんな角度からですか、いろんな角度から見ることによって、見方って全く変わってくるじゃないですか。物もそうですし、情報もそうですし、何でもそうだと思うんですよ。やっぱりそのものっていうのは多面的なものなので、これをですね、思ったんですよ。もう気づいたことがあって、これをもう動画で話していこうと思うんですけど、多分ね、響く方はね、響くと思いますね。あ、確かにな、みたいな。っていう感じです。なんか前置きが長いですね、いつも。で、これだなと思ったら話がマインド系でちょっと2つあるんですけども、めちゃめちゃ稼いでる人とかって、何やってもうまくいく人って、要領がいい人ですかね。要領がいい人。これ何かというと、僕も思ったのはこれですね。分解と組み立て。これマジでそう思いましたね。これ副業でもビジネスでも本業の仕事でも会社員の方でもそうだと思うんですけども、全て要領がいい人とか何やってもできる人って、分解力と組み立て力っていうのがある人なんですよ。はこれどういうことっていう思うと思うんですけど、例えば僕ずっと副業とかいろんなビジネスやってきて、ここに行き着いたんですよ。結局上手い人のアカウントとかもあるじゃない。まあ物販だと、あ、この人売れてるなみたいなアカウントを見つけるじゃないですか。それを分解するんですよ。なんでこの人売れてるんだろうなみたいな、仮説をどん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 立てるんですよ。これがまさに分解力。あ、この人写真うまいなみたいな、じゃあ真似しようとか、この人写真の枚数を多く出してるなみたいな、10枚以上出してるなみたいな、あ、うまいなとか、あ、この人のタイトルの付け方うまいなとか、値段の付け方はこんな感じかとか、背景はこれかみたいな、分解して仮説を立てられる人って何やっても成功すると思うんですよ。例えばツイッターで伸びてるアカウントを見た時に分解するんですよ。なんでこの人が伸びてるかとか、 YouTube でもそうですよね。伸びてるジャンルの YouTube チャンネルを見て分解して、仮説を立てまくる人。これ全てブログでもそう、トレンドブログでもそう。なんでこの人はこんなに上位表示されてるんだろうなとか、 PV が多いんだろうなとか、商品たくさん売れてるんだろうな、 YouTube の視聴回数が多いんだろうなってなった時に、分解して仮説を立てられる人っていうのが絶対に成功するなって思ったんですよ。要領がいい人。多分仕事とかでもそうだと思うんですよ。この人成績がいい人がいたら、多分その人ってその仕事で制約とか、なんか結果が出るためにいろんなことを分解して、いろんなことを仮説立てて、その仮説立てたことを今度実行するんですよ。で、実行してフィードバックもらえますよね。その実行したことがいいこと、悪いことみたいな。で、これがいいことだったら、そのまま結果につながるし、悪いことだったら、また仮説を立てて、また実行するんです。よく PDCA みたいなこと言うと思うんですけども、まさにそれと一緒にはなるんですけども、ただ PDCA の中でも、この分解力っていうのがめちゃくちゃ大事だなと思って、全て物事を見た時に仮説をする人、ラーメン屋さんに行って、めちゃくちゃ行列ができてたら、なんでここのお店行列ができてるんだなみたいな仮説をする人とか、全て物事っていうのを分解目線で捉えると、これマジで成長すると思いますね。だから僕も最近いろんな人の SNS とか YouTube とか、まあいろんな人のアカウントとか、まあ記事とか見るときに、分解してですね、自分なりに仮説を立てて見るようになりました、この最近。なんかぼーって見るんじゃなくて、なんでこのサイトを今自分が見てるんだろうなみたいな感じで、めちゃくちゃ分解するんですよ。あ、ここがいいんだなみたいな。で、この後がすごい重要なんですけども、分解した後に自分で組み立てることができたら、何やっても成功するじゃないですか。組み立て力なんですよ。例えばこのブログがめちゃくちゃデザインもいいし、サムネもいいし、ライティングもうまいしみたいな、
それをですね、分解した後に自分でオリジナルで組み立てられる人っていうのは、そのうまくいってる人のアカウントとかを参考にして組み立てるからいいものができるんですよ。まさにTTP、徹底的にパクるとかありますよね。TTP ですよね。とかあると思うんですけども、これがまさに組み立て力が強い人だと思うんですよ。だから、いいものを見たりとか、何かうまくいってる人のものを見て、自分なりに分解して仮説立てて、それで組み立てる人、これがマジでビジネスにおいても何やっても強いですし、何やっても成功するし、何やっても要領がいいと思うし、この2つだけ持っていれば何でもできるなみたいな。だって分解して組み立てるだけなので、これでもう何やっても成功するじゃんみたいなことを思いましたね。だから物事っていうのは多面性があるんですけど、僕は今最近いろんなコンテンツとかいろんなサービスを見て、こういった目線で見てますね。自分なりにどう分解して何が良かったのかな、分解して自分なりに組み立ててみようかなとか。だから最近もYouTube のですね、アニメ系のチャンネル、ビヨンドで昔作ってたのあるんですけど、最近だとちょっとゆっくり系みたいなのもやろうかなと思ってて、で、ゆっくり系のリサーチをするんですよ。どんなジャンルとか、簡単に作れる方法ないかな、みたいな。で、それをですね、いろんなチャンネルを見て、自分なりに分解して、で、自分なりに組み立てていければ、そもそも同じような再生数とか取れたら、それだけでも稼げると思うんですよ。だから物販のリサーチとかもそうですよ。しっかりと売れてる人のアカウントを見て分解して、どこがいいとか、ここを真似できるとか、それを自分なりに組み立てていく。これができれば、マジ何やっても成功できるし、何やっても稼げると思いますし、何やっても伸ばせると思うんですよ。でもこれって本当に、なんですかね、すぐできることじゃないじゃないですか。かなりの、かなりっていうか、結構な、今までやってきたビジネスの経験とかって必要にはなってくると思うんですけども、でも早い段階からこの分解力と組み立て力っていうのを意識するだけでも、そのものやサービスやうまくいってることの見方っていうのが変わるので、絶対に自分自身の成長になるなとは思ったっていう話ですね。まさにこの2つめちゃくちゃ重要だと思いますね。分解して自分なりに組み立てるみたいな感じの。これができるようになれば無限にコンテンツも作れると思うんですよ。自分の商品もいくらでも作れると思うんですよ。うまくいってる何かを自分なりに分解して、自分なりに少しオリジナル要素を加えて組み立てていく。で、それをですね、例えば PDF とかブログの記事とか、例えば音声、動画コンテンツでもいいので、自分なりにそこで自己商品を作って販売していくとか、誰かに教えてコンサルするとかでもいいので、分解と組み立てっていうのはめちゃくちゃ大事なんですよ。これビジネスにおいてって思いましたね。僕もこう動画を撮らないときは忘れちゃうときがあるので、今回ですね、忘れないためにもアウトプットして、しっかりと動画で撮ったっていう形ですね。これをですね、分解と組み立て意識してですね、その他の、部分からいろんなことを物事を見ていくと、やっぱ考え方とかもどんどん変わってくるし、そもそも思考が停止しないんですよ。考えるってことは思考がやっぱり動いてるってことになるので、よく思考停止してる人めちゃくちゃ多いみたいなこと言われるじゃないですか、日本だと。で、この思考停止したりとか、と無意識に1日の9割以上って無意識に人間で過ごしてるらしいんですよ。だからこそもう多方面からこう見れる分解力っていうのを身につけて、でその後に仮説して組み立てる。で、組み立てた後には必ずフィードバックっていうのが訪れるので、いいか悪いか。よかったらそれを習慣化して作業するだけ、悪かったらそれをですね、改善してもう一回仮説を立てて、もう一回アウトプットしていくみたいな。この2つがマジで成功できるかなって思ったので、ぜひですね、参考にしてみてください。じゃあ失礼します。